では本日は、こちらに通われて、約8ヶ月ぐらいですかね、年明けぐらいから通われているので8ヶ月ぐらいになる、吉岡様からですね、今日はご家族様からの、リハビリを受けてみての感想とかそういうところをちょっとお話しいただこうかな。よろしくお願いします。はい、それでは初めですね、こちらの研究所に来られたなんかきっかけみたいなっていうのはどういうふうなところからなんか探したとか、はい、なんかありますか。去年の6月の5日に、ロートスプリッツを倒れまして、なんとかいろいろ手配がないかと言って、インターネットでちょっと調べてみたら、本先生の間にありましたのですけど、早速ちょっと電話を入れさせていただいて、状況を聞かせていただいて、こうインターネットでもいろいろと多分検索されたら出てきてると思うんですよ。そういうところで、なんかこう、ここが気になってちょっと問い合わせてみたみたいなって、ありますか。そうですね、一番考えたのは、リハビリが脳梗塞の専門に、なかなかなくてですね。リハビリとは書いてるけど、腰だったりとかね。それをリハビリと、やはり脳梗塞のリハビリは違うんだろうなというふうに思ったもんですから、そういうものがないかなというふうに探し始めたのがきっかけですかね。その時なんかこう困ってた症状としてはなんか初めなんかあったもん。そうですね、当初は困ったよりも突然そういうふうな格好で動かなくなりましたもんですから、その脳からのこう指令がこういかないというのは普通の病気とちょっと違うなと思ったもんですから、やはり何かそういうことで研究をなさっているところがあれば、いい情報でも言えられるんじゃないかなというふうに思った。なんかこう問い合わせてみてのこう対応とか、なんかこういうアドバイスもらえたとか、そういうのでございましたか。そうですね、その時はやはりいろんな事例をご存知のようなお返事を頂戴したものですから、それからやはりやっておられる方の情報みたいなものを聞かせていただくと、これはいいんじゃないかなというのがやっぱり聞かれて、ありがとうございます。でなんかこう、問い合わせて対応はしたと思うんですけど、それまでになんかこう申し込んでいこうかなと思う、こうなんか悩みというか、ここをちょっと考えたなみたいなございます。そうですね、悩みというか、正直家族がせっかく私の松川なんですけど、そうなってしまうと何かこうやってやれることはないかという、ですから困ってるというのはとにかく元に戻してやりたいので、いろんな実はそのこういうリハビリだけじゃなくて、いろんな手法をいろいろ見てるわけですね。再生医療とか、その中でどれがある程度信頼できるかなっていうようなところ、それから自分が今置かれている環境の中でどこであればまずこうお試しをしてみてですね、安心感を持てるかなっていうような情報をいただけるかっていうようなところがやっぱり、だからここを直したいというわけではなくて、とにかくなんとかならないかっていう、そういうのが先行した。実際こうここでの受けてみて、はじめ初回とかどんな感じだったんですか。そうですね、今まで入ってたリハビリ病院には半年以上入ってたわけなんですけど、そこではいやこれはもう無理かなというようなですね、気がしたわけなんですけど、しかしここへ来てみると、このやり方やってやれるんじゃないかなと、もっと持っていくんじゃないかなっていう、なんかこう小さなこう光みたいなのが見えてきて、それがやっぱり脳梗塞専門っていうのは何かこう違うところがあるんじゃないかなというふうに思ったので、だからやはりリハビリって言ってもやっぱりそれなりの病気によってはやっぱりこう違うやり方があるのかなと思いますね。今まではね、病院ではなんか違法を使いなさいみたいな指導を結構されてたらしいですね、感じだったんですけどね、それはこうやって分かりますけど、病院の時の顔つきからやっぱり随分変わってきてるんで、そうですね、でもやっぱりこうリハビリ受けてみて、こう可能性があるぞっていうような実感があったっていうことですね。それが大きいですね、本当に戻ってきちゃったなっていうふうな、何かそれに近いような時のこう出てくるっていうところが、
た今まで受けてたリハビリとはちょっとなんか角度が違うような感じをそうじゃないでしょうかね、まあ、我々素人ですから、うんまあ、これがいいんだと言われればそれしかないわけですよね。実際に国の動きなんか見てるとやっぱちょっと違うなって感じですね。初めに比べたらだいぶお体がね状態変わってきてますしね、やっぱりこうご家族のサポートもありながらこうやっぱりリハビリをしていかないといけない部分もあるかなと思う、まあ、家族の方はもうなんとかこうしてやりたいというのが本音ですね、そう、まあ、そういうようなところでこう少しでもいい光でも見えればもうそれはもう本当にあの力になりますね。もしあのよければこれからこうリハビリでちょっと迷っている方に対して少しなんか簡単なメッセージとかでもなんかいただける、はい、そうですね、まあ、こちらの方でいろんな方の事例を見てみたり、あるいはそういう情報を聞かせてもらったり、そういうことによってあの方向性が見えてくるところがあると思うんですよ。やっぱり実際にやってみて少しこういうところで見えてくるとそれがこう広がっていくわけですからね、はいはいはい、だからまあそういうところを体験されるのがいいことじゃないかと思いますけどね、これからもちょっとね、はい、家事ができるとか一人で生活できるように、ね、なるためにまた目標を立ててやっていこうかと思います。思わぬように、ね、動いてくる時もありますのでこっちがボビックするわけですので、そういう効果が出てきてるんじゃないかなと思いますね、ありがとうございます。またこれからよろしくお願いいたします。